飲むだけで痩せるお茶トップ3をお伝えしていきます。この動画では業務スーパーで買える飲むだけで痩せるお茶をあなたにランキング形式でお伝えしてまいります。ぜひ最後まで楽しくご覧くださいね。では早速本題に入ってまいりましょう。この痩せるお茶のポイントは腸内環境なんですね。でその理由は腸内環境が整えばあなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれる善玉菌が増えてくれて元気になってくれて結果あなたは痩せ体質になることができるんですね。なので今からご紹介するお茶を飲むことであなたの腸内環境が整っていくんですよ。では早速ランキングに入っていきましょう。3位をご紹介していきます。こちらです。台湾産ジャスミン使用のジャスミンティーです。でこちらですね、裏見てみましょう。釜入り緑茶にジャスミンの花を贅沢に使用しました。茶葉の劣化を防ぐために最後の工程で花を丁寧に取り除きましたということで、こちら原産国はまあ台湾なんですよね。そして加工の会社は株式会社東京ティートレーディングさんが出していらっしゃるジャスミンティーです。で本当台湾ってお茶有名ですよね。台湾ティーすごく女子に人気ですし体にも良いということで、台湾ではこういったこう台湾茶すごく有名なんですけども、その台湾のお茶のジャスミンティーバージョンです。でこのジャスミンティーのダイエット効果をお伝えしていきますね。いっぱいあるんですよ。まず脂肪燃焼効果があります。また脂肪の蓄積を抑える効果もあります。そして何よりもこの香りですよね。もう私このジャスミンティー大好きなんですけれども、この香りが実はリラックス効果がすごく高くて、あなたが例えばこうストレスが原因でこう食べ過ぎてしまうとか常にこうイライラ不安感という方はですね、やはりなかなか痩せることができにくいんですよね。なぜかというと自律神経のバランスを崩してしまって結果腸内環境にも悪影響を及ぼしてしまうからなんですよ。なのでこのジャスミンティーは特にストレスがかかってるなという時におすすめしたいダイエット向きのお茶になります。ではどんどんいきましょう。第2位はこちらです。こちらは10年熟成の茶葉を使用されたプーアルティーです。でこちらも原産国は台湾なんですね。でじっくりと熟成した10年ものの茶葉を使用しております。そしてプーアル茶独特の香りもまろやかに仕上げましたということで、同じく先ほどと同じ会社のお茶になります。でこのプーアルティーもやっぱすごくね飲みやすくておすすめなんですよね。で先ほどのジャスミンティーはやはりベースが緑茶なのでカフェイン系ですから飲みすぎには注意なんですけれども、こういったプーアルもだいたい1日かけて、そうですね、飲みすぎには注意なんですけれども、だいたい全体1日の全体の1、2割程度に飲む量をコントロールされたらいいと思うんですね。でこのプーアルティのダイエット効果はこちらです。こちらも先ほどと同じなんですけども、脂肪燃焼効果がとても高いです。なのでよくこのプーアルティはですね、結構脂っこいお食事の時にこう一緒にセットで飲んでみるといいですよということでもおすすめになります。あと健康にもいいんですよね。しかもこれは老廃物をデトックスする効果が高いお茶ですから、どんどんその溜め込んでいた体にとってこういらないものをどんどん外に出してくれることで、しっかりとお腹がすっきりして痩せていくことができるというお茶になります。では次です。堂々の第1位はこちらです。台湾産の茶葉を使用した東方美人茶です。でこの東方美人茶って何でしょうってことなんですけれども、特にヨーロッパ地方ではオリエンタルビューティーと呼ばれている、簡単に言うとウーロン茶、ウーロンティーのことですよね。でこちらはちょっと読んでみましょうね。独特な栽培方法で自然の恵みによってもたらされた貴重なお茶ですということで、これかなり発酵してるお茶になるんですよね。発酵茶です。そしてこの、東方美人茶オリエンタルビューティーのダイエット効果なんですけれども、まずはあなたの中性脂肪を低下させる働きがあるんですね。でまた脂肪の吸収も抑制
を抑えてくれる効果もありますし、またその脂肪ですね、排出する効果があるっていうか、もう本当この脂肪に特化したもうお茶屋なんですよね。もうすごく効果がありますよ。なのでもう普段からこの東方美人茶をお食事とともにですね、特に油物であるとかそういった時に飲まれますと、もう本当にいいと思います。でしかもこうさっぱりとしますから、後味も良いですし、もう私こちら東方美人茶第1位として選んだ理由は、もうまさに脂肪に特化したダイエット茶だからなんですね。で味も美味しいです。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのような様々な健康法、ダイエット法、腸活法をあなたにお伝えすることで、あなたが継続的に健康で綺麗に痩せるを応援しております。でまたこういった私のお話に対してご質問があったり、先生どういうことですかということで、皆様詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、そちらからご登録をどんどんご相談されておりますので、遠慮なくおっしゃってくださいね。そしてこの動画役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、もうどんどんご参加ください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。